マツアット日本一周抽選配信を開始しました。マツアット日本一周抽選、今日の道の駅予定、神林、関川、胎内、梶川、豊坂佐渡帰りに新潟ふるさと村、新津、阿賀野里、三河から福島。貧乏トレーダーさん1。ナイス。ナイス。ゴンタくんさん2。ルート500m先。なんか難しい道だけど、行けそうだよ。ルート300m先、左方向です。あ、なるほどね、インターのところね。上に上がれないってことなのかな。今のとこ曲がんないとダメだったんだな。 U ターン。難しいな、ここの細い道って。ショッカーさん3位。いい。貧乏トレーダーさん、すごい道。行けるのか本当にって感じ。これ車通る道なの本当に。ルートを再検索します。これあれ、また戻るわ結局。どうなってんのこれ。ゴンタくんさん、おかしいよ、三日月さんバイパスからしか行けないんだってば。そうか。さゆまるさん、豊坂わかりやすいけどな。これ右曲がってみる。月さんバイパス乗って。はい、これ左手がそうだよ。目的地付近です。ルート案内を終了します。ゴンタくんさん、一度主要道に出てナビに指示出ししたら。うん、これ左手がそうなんだけどね。左手がそうみたいなんだけどさ。行動に出る出方がわからないもん。こっちから出れるのかな。三日月さん、裏から車で行けないんだってば。オッケー。
これどっから乗れるのかな。左高速、高速っていうかあれ、この左のやつに乗ればいいんでしょ。鈴木さんバイパス乗って、うん、U ターンする。進入禁止に入りそうになった。思い切り看板で出てんだけど、バイパス乗りたくてもさ、バイパスの乗り口がわからないなんてこった。この先回路ありません。サッとティッシュさんマーチコー、はーい、サッとティッシュさんバイト終わったから帰る。はい、お疲れ。バイパス乗ってさ、どっかで U ターンできる、すればいいってことだよね、きっと。貧乏トレーダーさん、看板発見でした。発見したんだけどさ、バイパス乗って戻ってくる形取るしかないね。乗れないんだけど。ゴンタ君さん、三日月さん、できれば地理的に道路案内してあげてください。すいません。あ、こっから乗れる。乗るよ一回。あ、ここで右に曲がれるようだったら戻ればいいんだ。あ、これ乗ればいいの、バイパス。もう一回。さっきのところ戻ってきたわ。もう一回乗ろう。三日月さん、とりあえずバイパス乗ってすぐ回ろう。はーい。これでいいんだ。オッケー。詳しいとこだね。これでどっかで U ターンはできないんでしょうか。三日月さん、次降りて U ターン。はい、了解。
ればいいと思うんですね。三日月さん、斜め左降りて右回ってまたバイパスのろう。了解。ありがとうございます。F 村ゴールドプラス A 参加さん、新潟好き。新潟好き。F 村ちゃん、毎度いらっしゃいます。ウサーットティッシュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。プラス A 参加さん、田中角栄道路。あ、そうなのこれ。これを右に曲がって。F 村ゴールドプラス A 参加さんバイパスはそう呼ばれるみたい。へえ。でこれを。三日月さん、そそ。ありがとう。三日月さん、うまい。これでいけるんだ。専用道路のところに作られたから、あれか。裏口から入る。貧乏トレーダーさん、あとは看板通りかな。そうだね。ありがとう。三日月さん、あと左に看板あるよ。ありがとうございます。いや、よく落とされなかったな、今まで。迷ってると思って諦めてくれたかな、運営さん。あった、看板。さっき横通ってたよね。左下の道走ってたよね。プラス A 参加さん、どこの道の駅行くの。豊江なんだっけ。プラス A 参加さん、それは辛い、嬉し涙の顔、ね、
レインボートレーダーさん自転車の配信者始まった。ウォーズだって。始まった。ちょうど車が出てくれたわ。ウォーズ、なんとかたどり着いた。ありがとう。やっと食えるんだけど。よし。左右の揚げたてのポテトが冷めてしまいました。すみません。紙ストローだ。ゴンタくんさん、三日月さん、主に代わってありがとうございました。ありがとうございます。貧乏トレーダーさん、今日はここ最後ですか。ここね、うん。すごい後ろごちゃごちゃだけど、これをまず食べる。まずこれを食する。イタリアン、イタリアンっていう名前なんだもんね。がついたから、すいません、いただきます。さーっとティッシュさん、ニタニタニタニマ一応ここ最後の予定なんだけどさ、あのフェリー乗り場行くと思う。まだあったかいわ。あ、なるほどね。あのミートスパゲティみたいなような感じだ。これ何これ、麺。この麺は何なの。これ麺あれじゃないの。パスタじゃないよね。さーっとティッシュさん、やっぱり肉ついてるから顔のシワが伸びて若く見えるよね。ありがとう。貧乏トレーダーさん、朝一のキャンセル待ちだ。ボンタくんさん、焼きそばミートソースがけです。あ、キャンセル待ちは一応あるんだ。焼きそばなのこの麺。縮れじゃないんだね、焼きそばなのに。さゆまるさん、帰り待つ。 F 村ゴールドプラス A 参加さん、焼きそば麺なんだ、うん、みたいだよ。貧乏トレーダーさん、わかりませんありがとうございます。もうめんどくさくなったら。さーっとティッシュさん、さゆちゃん、気をつけて、うん、気をつけてね。
あれだよ。あのジェットなんだかに乗っちゃうから。さゆまるさん、うさちゃん、ありがとう。めんどくさくなったので、ジェットなんだかに乗って行って、帰りは安いやつで帰るかもしれない。帰り待つってあの5分ぐらいさゆまるさん暑い暑い貧乏トレーダーさん車置いていくなら問題ない。そうだよね。さっき疲れた人どうぞ。確かにおやつ感覚かもしれない。もやしと、なんだろう、コーンが入ってる。さゆまるさん、電気屋のおばちゃんもたもたするから時間かかったわ。うん、お疲れさん。ゴンタくん3、2個くらいいけるでしょ。いけるっぽい。ゴミ捨てるところがありそうな感じ。一個完食。さあ、ポテト。冷めたじゃん。美味しいよ。そんなこと言わないで食べなさいよ。さゆまるさん、さゆのなのに。そうでございました。これもう一個食べちゃおう。あ、ジュースのレモンがうまい。レモンにしてよかった。ビタミン C 系が欲しかった。えい。やば、来た。一周。
菜たっぷり系。こういうファーストフードものなのね。焼きそばの麺か、これ。太いんだね、こっちの焼きそばの麺って。さゆまるさん、ローソンでサンドイッチ買ったわ。買ったの？ありがとう、ありがとうございます。じゃあどうしよう、こっから8時半だね。ちょっとあの海岸、ボンタ君さん、あれ写真撮った、あティッシュさんは仕事でなおちゃん見れてないのに。さゆまるさんはうさーっとティッシュさん買い直してうまく撮るよ。三日月さん、ダチョウ見に行こ。ダチョウ、ちょっと待って、まだ食事中です。ボンタ君さん、夜食のイタリアン街にもう一度イオンだねわら。マジで言ってんの？いや、2個食べたら飽きた。あ、野菜たっぷりでいいね。あれはいいわ。うん。赤ピーマンと。三日月さん、そこの左から裏行けばダチョウいるよ。いるの？うん、今食べ終わったら行くわ。ボンタ君さん、胡椒とか一味とかはないの？うん。さゆまるさん、ただいま。お帰りなさい。暑かったでしょ。レモンを食べる。レモン。うさーっとティッシュさん、お帰り。お帰り。ほんと近いんだな、そこ。
焼きそばか、うん、1個でよかったかもしれない。この麺結構腹にくる麺だね、これ。チーズトッピングが合いそう。ごちそうさまでした。こんな私の食事タイムにお付き合いいただきありがとうございます。さゆまるさん、ダチョウダチョウ、うん、今やってね。うさーっとティッシュさん、見守り代5200円になります。だんだん高くなっていくの。遠いさん、黙って待っていました。お疲れです。ありがとう。さゆまるさん、ダチョウみたいな顔して。ありがとうございます。ダチョウに失礼だから謝ってください。遠いさん、いらして。ここ行ってイタリアンというものを初食べてました。よし、ダチョウ行こうか。自撮り棒を持っていかなくていいよね。一服していい？はあ、どこにも乗せれないよ。
だね。そんなやつがいたのか。そんな目つきあれだ、よし行こうか。汗だくになりそうです。よいしょ。よし、熱っ。あ、ゴミ捨てれた。ダチョウダチョウ、こっちね。草団子味って。あった。とこ。これ何人前なんだろう。何人前ぐらいあるんだろう。うん。あった。ちょっと待って、そういえばさ。うん、ここの写真撮ってないよね。あった。
裏行けばいいの？裏うん、暑い。さっきさ、ここ来たよね。ここの、ここ通ったよね。ここ通ったからさ、ここに車止めてさ、印鑑押しちゃえばよかったよね。はい、ダチョウさんですよ。はい、皆さん、ダチョウさんですよ。いた。って言ってる。でっけえな。なんか首が疲れそうだね。暑いんだね、これ。どう、そういう。マーチコ、マーチコ。振り向いてくんない。来ない。よーしよ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 し。来ない。無視されてるよ、もう無視。無視されてるよ。もう無視されてるからいい？言っても。走ったらさ、早いよね。タタタタタタタって来るよね。ここと。よし。満足したね。ダチョウも見れたし。さっきさ、ここの道路ずっと通ってたよ。ここ来たもんだってさっき。車入れてよねって感じだよね、これね。暑い。眺めいいのかな？そんなんでもないな。なんかある？え、池の水全部抜きますにしてやったら何が出てくるかな、これ。こういうとこって。あ、そうなの？何を録画しようとしたの？わー、聞こうか。よいしょ。わー、暑い。
よし。よいしょ。これ一応60分で切ってあげとくか。よし。松アット日本一周中山今日の道の駅予定、佐渡帰りに新潟ふるさと村、新津、阿賀の里、三河から福島。どっか。さゆまるさん、あと終わりっしょ。あと終わりなのよな。あと結構離れるもんな。フェリー乗り場行こうか。オーケーグーグル。さゆまるさん、昼寝すれば。いや、ここは暑くてあれだわ。フェリー乗り場。フェリー乗り場。OK Google。 フェリー乗り場、フェリー乗り場、フェリー乗り場。冬井さん、何度あります？今31度。さゆまるさん、滑舌悪いってよ。はい。冬井さん、フーリー乗り場、何回言う、わらわらわら。フーリー乗り場、新潟フェリーターミナル。冬おどさん、ご自宅。うん、あのさっきのさ、あ、関川まで行ったらまた遠いか。温泉、関川の温泉入ってくるか。関川まで行ってもう一回。で、そこでね、そこで考えるか。そうしようかな。そうした方がさ、あれじゃない？さゆまるさん、関川で安そうだよね。うん。お風呂もさ、入れるしさ、そうしようかなと思って。お風呂入ってちょっと寝て。さゆまるさん、さゆ関川の手前でタヌキ引いたからトラウマなんだよね。そうなの。タヌキ、いや、タヌキはね、札幌市内でも引くよ。タヌキの方が引かれやすいよね、なんか知らんけど。止まらないんだよな。最近のキツネって意外にさ、あの明かり見るとさ、止まるよ。タヌキは走り抜けようとするからさ、目的地を設定しました。さゆまるさん、あればビビる。うん。してさ、でかいからさ、交通規制に従って運転してください。うさーっとティッシュさん、走り抜けぬならいいけど。
猫は U ターンするから癖悪い。ああ、それはある。さゆまるさんショックで1時間は無言だったわ。あれなんだろう。違う。戻って。ショックになる、ショックするよ。関川だったな。ポンタくんさん、こちらはカモシカ引きそうになったことあります？いや、俺はあの鹿をどついた。さゆまるさん、松は鹿なわらわら。鹿どついた動画の YouTube に上がってますので、ぜひ見てください。この車でどつきました。交通規制に従って運転してください。うさーっとティッシュさん、あれはびっくりしたよね。うさちゃんがね、いたんだよ。ツイキャスでやってたときね、ツイキャスのうさーっとティッシュさんちゃうどいたのよ。そう、うさーっとティッシュさん、ってなったよね。そう、鹿さんみたいな。鹿さん、足上げて横になった方がいいかもしれない。その辺は大丈夫なんだけどな。そうしよう、そうしよう。さゆまるさん、さゆ柴田からいつも高速乗っちゃうわら。三日月さん、ありがとうございました。なんとかたどり着きました。しちゃった。テーペロ、テーペロ、あ、ダチョウさん取ってくの忘れたね。冬井さん、松さん、また来ますね。 ありがとうございます。冬井さん、お気をつけて。はい、ありがとうございます。 うさーっとティッシュさん、ありがとう、ありがとう。うさーっとティッシュさん、私もフォローする。
ちゃんの夏うまそう。結構ね、自分で ところで取れたやつ載せてるからね。鰹節&醤油かポン酢かな。醤油、あ、醤油、あのベルジンギスカンのタレがめちゃめちゃ合うベルジンギスカンのタレがめちゃめちゃ合う。どうだったジンギスカン。さゆまるさん、山形の蔵王がジンギスカン売りにしてて。うんうん、昔よりは食べれたけど、もう一生食べないな。そうか。生ラボかなんか食べたのかな。さゆまるさん、北海道のだとまた違うのかな。ポンタくんさん、生ラムですか。生ラムはね、難しいよね。さゆまるさん、生ラムか生ハムかなんだかわからんわら。やっぱりね、味付けを食べるといいと思う。味付けはもう臭み取れてるから食べやすいし美味しい。さゆまるさん、タレがまずいまいちだったわ。ああ、タレがな。ああ、そういうことか。さゆまるさん、次は北海道で食べてみようかな。そうだな、そっか。そっか。さゆまるさん、それでも無理なら無理だわわら。うん。いや、無理な人は無理みたいだよ。かなり前だけど、あれ多分九州から。さゆまるさん、獣匂い感じが。九州から来た子は生ラム。あれどこだったっけ、あのクラーク博士のあるところで、あの生ラム食べ出したけど大丈夫だったの。やたらパクパク食ってやがったの。これは食べれるとか、これは食べれて、これは食べれないっていう。さゆまるさん、その先座にちびまるが好きなフィギュア屋さんあるわら。マジでここにあるの。これもしかしたらあなたの大口
レクション違う。ゴンタ君さん、獣に多いのは冷凍じゃないかな。ああ、そうだろうな。一回冷凍しちゃったらダメだからな、生は。さゆまるさん、右のやつ、かわいい、一緒ガスのやつ。ああ、あるある、スマイルみたいなやつ。さゆまるさん、冷凍なのかな。ちょっと癖あった、うん、癖あっちゃあるとな。ボンタくんさん、こちらにはスイカ柄のタンクがあります。なんかあるんだよ、いろいろ、みんなね。さゆまるさん、次は北海道行った時に食べてみる。うん、生ラムにこだわる必要もないんだけどな。さゆまるさん、へー、どこにある、スイカの。岩手。岩手のどこか。さゆまるさん、一ノ関ならよく行くんだけど。一ノ関ね、行ったな。現在接客中。夏に見るにはいいかもしれないね、スイカの。ゴンタくんさん、滝沢市にあるよ。滝沢市だって。さゆまるさん、滝沢市か、行ったことないかもしれないわら。だから見たことないんだ。きっとそうだ。首んとこの汗やば。滝沢市スイカタンクでググると出るよ。ほう、さゆまるさん、マジだ、わら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 。あった、発見。スイカ、超スイカだたわら。超スイカ。さゆまるさん、スイカのビーチボールみたいな感じわら。うんうんうん。
それで9とちょうどいいかと。ボンタ君さん、そそそ。寝れるとは思うけどな。あそこは健康ランドだったからさ、なんか中で寝れそうな感じ したよね。
山道の駅近くに桂の関温泉ユーム健康ランドみたいのががあるね。うん、ユームがくっついてたの。ユームがあれめちゃくっついてたから、そこ行こうかなと。できるところがあると、この前健康ランドでさ、ゴロゴロしててさ、結構疲れ取れたからさ、畳で寝るって気持ちいいよねって感じだったの。ティッシュさん、ゴロゴロするのはフェリーの中だけにしてくれ。いいやんか。この家に来た時、表替えしてくれてなくて、上からなんかペラペラのなんちゃってしく畳置いてるだけだよ。あ、そっか、そういうこと。ゴンタくんさん、64畳敷きの休憩スペースがあるね。そうでしょう、そういうのがあれなんで。ちびまるの部屋は洋室なのに、さゆの部屋は畳わら。そうなの。ティッシュさん、洋室だと直接布団置くとかびるよね。うん、そうよね、そうなんだよ。だからタンスとか入れないともう最悪。逆にベッドの方がずっといいよね。
さゆまるさん、ちびまるはベッド、さゆは布団だからね、わら。あ、そうなんだ。さーっとティッシュさん、湿気が逃げていかないから。うんうん、畳ってよくできてるよね、その辺ね。ボンタくんさん、私みたいな年寄りはベッドよりお布団だな。俺はベッド派なんだけど、どっちかって言ったら。お布団畳むのがさ、億劫で。さゆまるさん、さゆ布団好きわら。ほんと。うさーっとティッシュさん、布団いいよねー。めんどくさいだけなんだけど、俺の場合は。うさーっとティッシュさん、一人暮らしだと畳まない。さゆまるさん、昔彼氏んちのベッドから落ちてからベッド嫌だわら。ふう、何、蹴られても落とされたの。さゆまるさん、さゆが寝相悪かったんじゃないかな、わら。いや、なかなか落ちないけどな、ベッドから。寝てたからかな。いや、なかなか落ちない。それも落ちなかなか落ちない。でもゴロンとしたら落ちるかもしれないな。内向きだったのを外向きにゴロンとしたらガーン落ちる可能性はあるか。いびきうるさくて突き落とされた。ボンタくんさん、それはある。シングルで寝返りは危険。さゆまるさん、痛かったわ。うん、痛いだろうな。多分板の間だもんな。あ、でも俺も落ちたことあったような気がするな。昔実家に住んでる時、
通ると怖い。怖いよね。だって街灯のガの字もないからね。確かに。対向車と怖いね。ふと止まってられるのが一番怖いよ。いらっしゃい。天気いいよ。天気いい。こちら快晴。時々雨。
賃貸に住みます。ヒロ兄さん安全運転で。ありがとう。ナイス。それで大丈夫だ。さゆまるさん、今夜盗みに行きます。
てる。たっちゃん、3コーヒー飲んだら寝れない。超お子ちゃまだね。でマジで眠くなるなわら。うん、やばいぐらいのどかだよね。ばっか通るからあんまちゃんと景色見たことなかったわわら。うん、よかったね、見れて。ルート300メートル先、右方向です。113号線まもなく右方向です。もうすぐだね。もうすぐあと3キロぐらい。気分わら。ねえ、すごいよな、こんなところを往復したの。
40分と変わら怖いな。重たそうだな、最後の。目的地付近です。ルート案内を終了します。着いた、ありがとう。さゆまるさん戻ってきましたね。戻ってきたね。うさーっとティッシュさん到着。到着。さゆまるさん稲荷食べますか。わら。いやさっき食べたからもういいや。とりあえず。よし。できか。皆さん、ずっと付き合ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。ちょっと休憩して。船の手配をして。うさーっとティッシュさんねんね。うん。さゆまるさん了解。ねんねんしてくるわ。うん。はあ、ありがとうございます。11名さん、10名さんかな。自分が一人入ってったら。ありがとう。ボケてる、たっちゃん、さんおやすみ。おやすみ。うさーっとティッシュさんお疲れさん。ポンタくんさん手配いらないよ。特にいらないんだ。さゆまるさんおやすみなさい。おやすみ、ありがとう。了解。ノンさん郵便機あたりから爆睡中してしまいましたノンさんおやすみ、オーバックコートおやすみ、ありがとうございます。ではさゆまるさん寝ぼけてるやんわらポンタくんさんちょ待てね、はいはいノンさんわらわらわらうん。
目的地を設定しました。1時間半か。ここからフェリー乗り場まで1時間半。交通規制に従って運転してください。うん、ゴンタ君さんに当自由席は雑魚寝みたいだから後で電話確認してください。それでは。ありがとうございます。